皆さんこんにちは お忙しいところ、のこのセミナーにあの参加していただきまして、ありがとうございます。えー、私、前座的に毎回、ごのご挨拶を兼ねて、少し京都大学の実情についてあのお話をさせていただきたいと思います。あ,のあくまでも今日はこれ以降の,あの講演ですとか、皆様のいろいろな活動があの大事なところですので、ここはちょっと軽く聞いていただければいいかなというふうに思います。 えー、それでまああの、この主催していただいている高等教育研究開発推進センターですけども、まあ、FD のまあ中核としてあの活動していただいております、先ほど紹介ありましたまう、あ、何かこう教育上あの困った問題とあったら、ぜひあの気楽にあのご相談していただければいいと思いますしまた、あのー、 新しい ICT を活用したさまざまな教材開発というようなこともやっていただいておりますのでその辺りでもまたご相談いただければというふうに思いますそれでえっ、ー、と最近私もこの極端トレジやって5年ちょっと過ぎてるんですがあの まあなんとなく今思っていることを言いますと、まあ、やはりあの京都大学の場合あの大学院をどうするか大学院の人材育成というのがあの非常に大事かというふうに思っています。でまあ、理系ではやはやり博士の まあ定員の充足率は必ずしも高くはなくてえまあ特に景気外とどんどんあの会社の方から引っ張っていかれてえ進学率が減るという状況がありますそれからまあ文系でも終始にあの進学する人が少ないという状況があります、まあ、しかしながらご存じのようにまあ社会が非常に複雑になってあの課題が難しい中やはりこういろんな 学問的な経験あるいは他の経験を積んで社会に出ていかないとなかなかこう問題の本質的な解決には迫れなくてむしろ表面的な対応に追われてしまうバタバタする、まあ、多分今の日本の社会はそういうことがあのかなり課題になってるんだというふうに思います。京都大大学学ののよううな、まあ、総,合型総合研究型の大学でやはりそういった あの有意な人材を出していくということがあの重要であるわけです。ただ、お題目でそう言っててもな,なかなかいろんな障害があって、あの難しい面があ,あるように思っています。 でまあ、大切なのは、まあ、正確な現状を把握、まあ、最近 IR という言葉でインスティチューショナルリサーチという言葉で言われますけれども、まあ、現状はどうなっているかということをしっかり把握をして、まあ、それに対応する手を打っていくということが必要です。であの まあこのもっと博士よって言うと、まあ、研究者を育てるように誤解をされるわけですけど、まあ、あのそうではなくてもちろん研究者も大事ですけれども社会で高度人材として活躍していただく、まあ、そういう人を輩出していくということが大事ですそれからあのこちらばっかり強調すると問題になるのは、まあ、学士卒も一定数いるわけですから、まあ、彼らにとってもあの社会でちゃんと出ていける。 ようなまあ教育をちゃんととしていくとでここも京都大学は圧倒的にこの視点はあの欠けていて、まあ、途中下車学部で卒業するのは途中下車のような中途販売出ていくと、まあ、そういう状況になっていくプログラムが何となくそういうふうにあの組み立てられていたり、まあ、教員の意識がそうであったりするということがありますですからまあその学校卒に対するまあ配慮等も必要かというふうに思います。 それで、あと、まああの大学はやはり開放系、オープンなシステムですので、この流れが大切です。えー、ここにありますように、えー、っと。よいしょ まあインプットがあってアウトプットが出るんで。まあこれは主に人の流れでまあ、学生がまあ、先生はじっとしてるんですけど、まあ、学生はどんどん1年ごとにあの進んでいきますので、まあ、あの大学のシステムとしては、こう流れを非常にあの重要視する必要があります。で、あのでその流れがあるということは必然的にこう教会があってまあ、入り口とか出口があるということで。この？ 入り口と出口をまあどう設計していくかということが、まあ教育の中で非常に大事になっています。まあ,あのやや抽象的なものになっていますけれども、あのおいおい、あのその意味は、あのお伝えできると思います。それで、あの、えっと時間軸を横にと取りましたけれども。えー、まあ高校生が、えっと大学に、入って。 それで大学院修士に行ってドクターに行ってまあ社会に出ていく、まあ、あるいは途中であの社会に出ていくと、まあ、こういう流れがあるわけですけれども、まあ、途中にこういう、えーとえー、バリアというか境界面があって、えー、でまあ名前をつければまあここをケアするのは恒大連携あるいは広大接続と言われているものですし、えー、まあ社会に出ていくところ ですけれども、まあ、これ、代謝接続という言い方でいいと思うんですけれども、台車接続をどうしていくか、それからあのさらに、あの兄弟のような大学院を要する、大学ではこの大,大接続、学部と大学院の接続といったことも大事で、まあ、あまり意識はされていませんけれども、このあたりに目を向ける必要性を感じています。 でえー、まあ先ほどの教,教育 IR の話をしていますけれども、えーまあ、データを見ていくと、まあ、先ほど言いましたように大学院の定員未,未充足問題が非常に大きく。 うまあ、目立つ状況でございますこれはいろいろ外部からの指摘でもあるわけですがで、まあ、あの大学院の定員が未充足になると、まあ、定員を減らして対応している、えー、ドクターの定員をマスターに <laughs> 振り向けるとか、まあ、そういう姑息なことをしてです、ね、あの対応してきたわけですけれども、まあ、それでも未充足の傾向は否めません、えーでまあ、ドクターの経済支援等で、まあ、手を打ってるんですけどもなかなか それだけでははドクターは増えないといとう状況にあります。それからあの定員管理だけをやってるんですけど実際にはその中身を見るとこの内部進学がどんどん減ってきて、えー、下から上に上がらない、えー、でそれを埋めるような形で、まあ、外部から、えー、人が入ってくるという状況にあります。 多様性という意味では外部から来ていただくのは大変いいんですけれども実際にはこういろんな意味で質の低下ということが伴っている状況にあります。で京都大大大学学学は院を持っている総合大学 と言いつつも実際には学部と修士と博士っていうのがかなりこう先の流れの目で見ると分断されているということが現実にございます。えー、勝手にえっ、ー、と三ス,スクール問題という名前をつけています。で、まあこういったことはやはり研究の低下というようなことにもつながっていきますし、まあ、先ほどの人材育成という意味でも問題になるわけです。 でこれはのスチューデントフロー学生がどういう流れを示しているかと。 いいうのを図式的に的にに定量示していますこの幅が人数を示していると思っていただいたらいいんですけれども一般入試あるいは特色入試である学部に入ってくるわけでこれだけの人数が入ってくるわけですけれども学部4年,生4年が終わるとかなりのフラクションが企業に就職すると。 で収支、えー、に進学する人はまあこのぐらいの割合、まあ、これ一例ですけれどもで、あの,修士の定員が満たないので漂くからまあこれだけ入れてくると。 ということになりますで収支が終わるとまた企業に多くの学生が行って一部は博士に行くと、まあ、このような場合はあまりここから入ってるあのフローはありませんけれども、えー、実際にはあの研究家によってはまた外部から学生が入ってくるということであのこの最初から最後までこうい,いる人の割合は非常に少ないと。 いう状況にありますまたあの留学生についても同様で、えー、留学生の割合は右に行くほどあの高いという状況にあります。えー、それであのー 恒大接続に関してはさまざまな活動が実皆さんご存じのように行な大学で行われているわけですけれどもこの大,大接続というのは比較的取り組みが少なくて自分とこの学部の学生を自分とこの大学に引っ張り込むっていう努力は案外されていない。 あの無理やり引っ張り込むというのはできるかもしれないけど本当にこう説明をして大学に行ったらこんないいことがあるよとかそういう論理的な説明で大学院にその学生を呼び込めているかというとそうでもないという状況にあるというふうに思います。それから、 台車接続については、あのまあ、従来は就職支援というのは、わりとネガティブなあの対,応対応策という形で行われていたわけですけれども、まあ、もう少しやはり積極的に、まあ、社会に出ることの意味、あるいはそのために何を準備したらいいのかっていうようなことを、学生が理解できるような、そういう取り組みをしていく必要があるというふうに思っています。よいしょ でえっと、京都大学で恒大接続さまざまな取り組みを行われています。えーまあ、教員がボランティア的にやっているものも非常にたくさんございますけれども、まあ、大学全体としての取り組みと。 ようなこともありましてここにエルカスっていうこれは高校生向きの講座ですけれどもこれは非常に有名で京都大学ブランドになっていると思いますけれども多くの高校生がエルカス を受講してまあそれで京大に行こうあるいは他の大学にのここに行こうというふうにあの決める重要なあのコンテンツになっていますまたあの学びコーディネーターというのは,これは大学院生の出前授業ですけれどもこれも非常にあの順調にあの行われていまして多くの高校生がこの毎年1万人ぐらいの学生,が生徒さんがあの京都大学の大学院の授業を受けるという状況になっています それから、恒大接続と関係させて入学試験の改革も行われていて京都大学では特色入試それから留学生向けには京体アップという新しい取り組みをしていますこのあたりは大学に入るだけが目的ではなくて大学で何をするかというようなことを意識して大学に入ってくださいと。 いうことで、えー、志や、まあ、意欲のある高校生を積極的にリクルートする、まあ、こういうあの活動をして、まあ、入り口のフローの、まあ、改善というかあの、えー、改善を行っているということになります。で代、えー、々接続、まあ、これについてはまだ我々もなんか意識してやろうかどうしようかというまたそういう段階で。 非常にプリミティブ、恒大生息に比べるとプリミティブな状況にあります。しかしながら、あの現在あの、景気がいいこともあって、まあ、求人状況はいいこともあって、 まあその企業の求人活動にか完全に負けていて、いい学生をどんどん取っていかれる、本人がどうこうする以前にも、なんとなく雰囲気で社会に吸い出されていくようなあの感じにあります、一方でまあ学生、あるいは親の安定志向、安全志向で、早めに確実なところにあの就職しようという動きも非常に強いというのが、皆さんご存じのとおりでございます。 まああのそれでもいいのかもしれませんけど実際にはあの定着率は全然良くなくてですね3年経つとかなりの学生は実は辞めているあの結構大きい企業に行っても3年中定着率はかなり脅威の数字が出ていて。 えー、もうとにかくどさ,どさくさに紛れて就職してしまうので、えー、本当に自分にそれが合ってるかどうかということはわからないままあの就職しているのが現状ですもうこれは社会にとっても非常に損失だというふうにあの思っています、まあ、そういったことで、まあ、今考えてるのは京都大学の大学院全体を、まあ、学部生の重要なキャリアパスとしてもっとこうアピールしていく、まあ、そういう取り組みはできないのかなということを考えていますぜひこの辺りはあは皆さん もアイデアを出してほしいなというふうに思っています。でこれがあの経団連があの去年出した、まあ、就活ルールを廃止する。 いつでも好きな時に学生を持っていける仕組みを作ろうというまあそういうあの試みの突破口になったあの会長の,あの話ですけれども現在これを受けて今あの大学と企業の間で少し話し合いをする機会を。 まあ今年から始ままっっていてていいい懇談会という形であの行っています、まあ、なかなか話はあの合わないわけですけれども、えー、ともあれそういうことで大学と企業があの一緒にこの件を議論する今までなかったことなので、まあ、あの京都大学もメンバーとして参加していますけれども、えー、まあ良い形でこれを収めていく必要があるというふうに思っています。 えーまあ、これあの、企業の考え方はかなりまあわがままでして、まあ、とにかくあの人手を確保したいっていう、あのでまあ通年採用で、えー、いつでも取れるという、まあ、そんなことを考えてるわけですけど、まあ、大学としては困ったもんで。えー 就職決まったから学業出せというあの逆向きの話がどんどん多くなっていくわけで、まあ、非常にあの困ったことだというふうに思いますまたあのインターンシップと称してあのあの就職協定以外の活動か、まあ、そのある種の協定破りでまあインターンシップが使われていて、まあ、ひどいのでワンデーインターンシップといって1日行ったらインターンシップと。 いうのでまあ、それで唾をつけようというそういうひどい話もあの世の中にはあります。 で台車接続ですけれどもあのやはり博士人材を社会に送り出していくことが非常に大事で、えーまあ、必ずしも研究職アカデミアだけではないというところがポイントでして、えーまあ、リーディングプログラムあるいは卓越大学院の取り組みもそうですけれども、まあ、社会でちゃんとこう総合力を持っていろんな仕事に取り組めるような博士人材を送り出していこうと。 いうことで、えー、まああのこういうプログラムが設定されています。で、あのこの中でも、えー、強調されているのは。 やはり俯瞰力を備えたつまりプラスアルファの能力を持った博士人材研究力だけではなくてそれに加えてある種の俯瞰力あるいは総合力を持った人材があの要求をされていますでこの中でもあの企業へのインターンシップ等があの非常にそれに役に立つということでこれはあくまでワンデインターンシップではなくて2ヶ月3ヶ月その企業の人と一緒にあの仕事をするまあそういった体験が重要だということが強調されています。 とそれでまあ別にそれとは少し独立の話として45年前からコンソーシアム産学共同イノベーション人材育成協議会というのが作られまして複数の大学と複数の企業でその博士人材の中長期型の研究インターンシップをやるそういう試みを展開しています。 私これ代表理事をやらされておるわけですけれども、まあ、非常にうまくこのインターンシップ発見の授業が入っていますただし京都大学の学生はあんまり行かないというなかなかつらいあの会長としてはつらい立場に<笑><笑>置かれていますけれどもそれで先ほど言いましたように総合力あるいは転用力トランスファラブルスキル といったようなそういう考え方を使って、えー、研究力に加えて、えー、他の人と一緒に仕事をするあるいは問題解新しい問題解決ができる、まあ、そういう人材育成の、まあ、きっかけにしようということでやっているわけでございます。えー、もう事例はたくさん集まっておりまして百数十あの派遣の事例がございます。 でまあ、ここにありますようにあの大学から企業に2か月程度、えー、派遣して、まあ、それで、まあ、学生さんの感想というかの事例をあの抜粋したものです、まあ、あの企業で必要とされる能力が分かったとかあるいはチームワーク組織管理といったようなことあるいは時間管理といったようなことはよく分かったと言って帰ってきます。 この学生の場合は結果的には、自分は博士にああの博士、これ、修士でしたけれども、これをきっかけに博士課程に進学するということを決めた例でございます、何もそのインターンシップに行ったから就職するという、そういう短絡的な話ではなくて、自分のキャリアを見つめるという機会にしてほしいということでございます、実際、こういった博士に行くことを決めた、これをきっかけに決めた子が結構多くいます。 まあ逆に D2 でまあ企業への就職を決断したというあの学生もいます。えー、まあこういったことであの大学にいてはなかなか教えきれないことを学んで帰ってくるというのがこの 企業インターンシップの研究型インターンシップの特徴ですまた企業の側からも非常に良い評価を得ていましてやはり既存のスタッフだけではなかなかできなかったようなことをこのフレッシュなあの博士課程の学生が来てくれるということをきっかけにチ,ャレンジチームとしてチャレンジをする機会になってなかなかいろんなブレイクスルーができたという報告を あの受けています、まあそういう意味でウィンウィンの関係学生にとってもプラスになりますし、えー、企業ににとってもプラスになるまたあの派遣したあの研究室からもあの非常にこうあの研究に対する取り組みが良くなったあるいは、まあ、あの人とのコミュニケーションがちゃんとできるようになった挨拶できるようになったとか、まあ、そんな話もありますけれどもあのいろんなポジティブなあの成果をが報告されています。 えっと、特色入試ですけど、まあ、これはもう詳しくは言いませんがとあの、えっと、29年度の入試からあの始めていましてえ28かな、えっと、もう一つ前ですねすいません2987年かなえで、まあ、あの意欲ということをキーワードにあの、えー、学生を募集しています。でえっと 毎年ちょっとポスターに工夫を凝らしてあの高校にあの貼らせていただいています。結構これはポスターは大事でして、えー、入ってからの子に聞くとポスター見て決めたみたいな話が結構あるのでこれは侮れないんですので結構手間をかけてデザインをしていますけれども、えー、まあこういったことで学生を集めています。 ちょっと嬉しい成果としてはその特色入試で入った子たち今一番親は4年生ですけれどもその子たちは活躍した例として NHK 学生ロボコンで全国優勝したでこれ,これ15年ぶりに挑戦したそうですけど5年ぶりに出場していきなり優勝したということで10人のチームですけどそのうち3人が特色入試で入った子たちということになります。 世界大会に行きまして日本代表してまして、まあ、まあ残念ながら8位というか、まあ、入賞というとどまりましたけれども、まあ、それにしてもよくやったなというふうに思います。で特色入試、えっと、平成16年から19年まで、えっと、466人が対象になりますけれど、まあ、彼らの様子をそっと学部学科の方から教えていただいた。あの のちょっと抜ししてきました、えーまあまり特色入試だからってあのとやかく言わないというのは特色入試の方針で一般入試で入ったこと同じように育てようというつもりですけれども刺さりながら、まあ、特色入試何のためにやってるのというアピールをしないといけないんで、まあ、かなりジレンマなんですけど、えー、まああの。 特にあの無記名あ匿名なので大丈夫だと思いますけれど、まあ、一般論としてあの成績は一般の学生よりは良いことが分かっています。 それからまあこう非常に積極的に質問してくる、興味の幅が広い、それからまあ実験とかのプロジェクトベースの事業に非常に目,で目立っている、それからまあリーダーシップを発揮している、あるいは留学に頑張っていっている、そういった非常にアクティブな学生さん、さっきのロボコンもそうですけれども、そういった状況が伺うことができます。 えーまあ、受賞もあのロボコン以外にもいくつかの、えー、賞を受賞しておりますしあのあ、えーまあ、起業したりボランティアに参加したり、まあ、研究をも早期からあのまだ年2年とか3年の間から研究したりということで非常にアクティブに動いてくれていますもちろん一般入試で入ったこの中にもそういうことをやっている人はいると思いますけれども、まあ、特に目立っていると。 いいうこととが言えると思いますで大事なのは、まあ、彼らが中核になって周りに良い影響を及ぼしてくれてるのではないか、まあ、先ほどのロボコンの例もそうですけれどもあの3人の学生が、まあ、あのかなりその他の学生に良い影響を及ぼしてるのではないかというふうに思っています。 もう一つは、教体アップ吉田カレージの試みですけれども、えー、これはまあ3年目になります。えー、で、えっと、これは一応、学部のプログラムで4.5年、10月に土日をして、半年の予備教育を経て、一般の学生にジョインするというタイプの あのものですで、えー、入試はこ,ここの段階でやるわけですけれども栄養、まあ、入試の形をとっていて、えー、あの筆記試験はほぼあの京都大学独自の筆記試験は特に課していません外部試験の,あの結果等を,等を参考にしてあるいは高校での、えー、いろんな実績を加味して。 アドミッションをやっていますスカイプ面接もやりますけれども、まあ、いわゆる英語入試というタイプの入試です。で、えー、大切なのは、日本語はその時点ではできなくてもよい。全部英語ですべてのことをやります。たただ、えー、入学が決まったら 予備教育あるいは予備教育を受ける前あるいはこっち入ってからもそうですけれども日本語をしっかり勉強して卒業時にはあのみんなと同じように日本語でいろんなことができるようにということを目指している、まあ、そういうバイリンガルのプログラムです。 えー、この10月に入ってくる学生は3期生ですけれども、えー、応募が220人ありました定員15名のところで220人応募がありまして、えー、で18名に合格を出しましたけれど、まあ、そのうちの15名があの入学を決めてくれたということです。えっと、非常にに優秀なな学生が <laughs> 多くてですねあのもう文句し 書いたものだけ見て OK という人が20人以上いたということであの非常に優秀なあの人たちが京都大学を受けてくる、まあ、これは京都大学のやっぱり威力だなと思いますあの研究型大学でノーベル賞受賞者がいてっていうそういう説明をするとあの各国の上位層まあ 主に ASEAN ですけれどもあの、優秀層が受けてくれるということで、まあ、我々はこれの成果を非常に楽しみにしています、まあ、当面定員15ということでしかスタートできないんですけれども、えーまあ、主に奨学金の手当てをどうするかなんですけれども、えー、まあそのあたりの手当をつけば、もっと数を増やしていきたいなというふうに思っています。 えっともう最後ですけれどもあの、まあ、の大学の教員というのはいつも二つのこう狭間にあってあの悩みが多いわけですけれども、まあ、その悩みの例を少しご紹介してあのまともにしたいと思いますで、まあ、今日のお話はあのやはり事業ここの事業とその教育システムの関係性の大事さということをまあ分かっていただきたい、まあ、京都大学は、 優秀な先生おおらられてて本当にいい授業をしておられるもうこれはもう全然間違いないことで、まあ、そういう意味でその教育担当理事が教育内容、授業がどうのこうのっていう人は全くないわけですねもう放っておいてもいい授業がいっぱいあるただここの学生がそこへ出会えるかどうか本当に自分の関心のあるものに出会えるかどうかその出会いを作れるかどうかはむしろやはりこの教育システムの在り方だ。 ともう単位をそえるためだけに走り回るような状況を作ってしまったらあのせっかくその事業でのいい出会いというのが実現できないわけですからあのこの両方のバランスをあの取っていく必要があると思います。もちろんあの新任の先生方はおそらくこちらに当面注力されると思いますけれども、まあ、ぜひその自分の所属,所属されている学科学部の教育システムをどうしていくかと。 いうことにもぜひあの貢献関心を示していただきたいというふうに思いますそれから、まあ、エフォートですけれども、まあ、これも,もう言うまでもないことですけど、まあ、研究と教育のバランスをどう取っていくか。 現状ではやはり教育研究の方にウエイトがかかりがちです、まあ、その教員の成果というのが研究で評価されますのでどうしても左に傾きがちですけれどもここもしっかり考えていかないといけないと思います、それから大学院と学部教育、あるいは共通教育のバランスをどうしていくかと。と いうこともありますなかなかみんなあの共通教育のところにはエフォートを割いていただけないのも現状ですので、まあ、こういったこと先ほどのフローということを意識すれば、まあ、全て同等に大事だというふうに思っていますから、まあ、京都大学はあの自学自習本人主義を標榜してやってきていますが、まあ、やはりある部分はデザインをしたり えー、仕掛けを作らないとあの自然にいいものが生まれるかどうかはよくわからないので、まあ、このあたりも考えていく必要がありますそれからまあ先ほどのドクターの話で言いますと、まあ、専門性と汎用性をどうバランスしていくかと。まあ、ここうういったようなこともこう 悩みのどちらがどうということはないんですけれどもあの、一人一人の中でバランスを取ったり、あるいは組織としてバランスを取っていく必要があるということですので、ぜひこういったことを考えながらあの教育に携わっていただければというふうに思います。どううもありがとうございました